本日紹介するカレーはこちら、佐賀の昭和ナスカレーレトルト。シンプルイズベスト。必要最低限のことだけ書いてある。そして丁寧にレトルトって書いてある。わかりやすくていいな。でもなんだこの赤い点、せっかくシンプルなのにちょっとよくわかんなくなっちゃってるね。まあ紫でナス色で、だいたいカレーっていうのは夏、暑い時食べたくなるでしょ。ナスっていつ取れるの？夏だよね。合うんだよ、だから時期が一緒だから。でな、行ってみたいと思う。プリーズディッシュ。パッケージは紫だったけど、皮を剥いたナスが入ってる。和風ですね。香りは和風。やっぱりナスはね、醤油かけて食べるのが一番だから。いただきます。カツオの出汁が効いてて純和風カレー。ナスカレーって言うけど、それよりこれはまた独特なカレールーを使って、すごいカツオの出汁が効いて、それがすごいナスに合ってる。ナスのために作ったカレールーっていうか、具はナス以外に細かーく刻んだ玉ねぎが入ってる。これがまたこのルーと合ってる。なんか蕎麦屋さんとかで出てくるカレーを想像してもらったらいいと思う。それにナスを入れた感じ。佐賀の昭和ナスカレーレトルト、こちらのバンディポイント18。バンディポイント、ただカレーにナスを乗っけただけでなく、ルーの方にも工夫してあるのがグッドポイント。今日のカレーもとってもミミカリー。僕の心をレトルトパウチ。